こんにちは、東堂輝明です。根本美希です。今回は41日目で静岡県です。はい、はい、そして今日も演奏してくださるのは三味線が上原淳之介さん、はい、藤本松彦さん、はい、尺八が米谷竹正さん、はい、鳴り物が南駒和美さんです、はい、皆様どうぞよろしくお願いします。さて静岡県でございます。静岡といえば富士山、うん、ね、そして伊豆シャボテン公園とかね、うん、城ヶ崎海岸修善寺、河津の桜でございますね。あの桜綺麗だもん ね、河津桜ね、うん、下田とか富士サファリパーク、あーパークね、三島スカイウォークとかね、うんうん、沼津、そして白糸の滝ですね、はいはい、でなんか私たち女性はね御殿場のアウトレットね、お買い物がねやっぱりねすごくね楽しみなところですよ。あと大井川鉄道とか浜名湖とか、はい、日本平とか、うん、でお土産に必ず夜焼津魚センター、ね、焼津に行くと必ずあのバスが止まって魚センターに寄って必ず干物とか買うじゃないですか、うん、買いません？結構私楽しみで寄るんですけどね。でね、富士宮焼きそば、焼きそば、うん、で浜松餃子に静岡おでん、うなぎね、うん、生しらしらす、そう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 、しらすがおいしいんだよ、うん、あと桜エビとかね、桜エビね、あとはねとろろ汁行きませんか？と静岡行くと必ずなんかとろろ汁ね、とろろご飯のところのお宿にみたいなところに連れてってもらって、おいしいですよね、 あれもね、あのとろろご飯ね、自然薯、うん、自然薯、自然薯、そう、結構美味しいですよ、行ってみてください皆さん、はい、ね、カツオのね水揚げが日本一だそうです。やっぱり焼津か、ね、焼津があるからね、うん、カツオ節とかもね、そう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 、だしだしだし、うん、そうそうそう、だから結構皆さんねお世話になってると思いますよ、静岡県ね。そうね、はい、では、はい、静岡県はやっぱりお茶でしょうね。お茶ですね。ね。ね、静岡茶美味しいですもんね。うん。なんか日本人はやっぱりお茶だって。静岡の茶、ね、お茶高級だもん。高級ですよね。美味しいですね。では静岡県はちゃっきり節お送りいたします。はい。なくて雨すら